性格は死ぬまで変わらないが、俺は一度死んでいる。そのつもりだ。兄弟で僕を仲間外れですか。面白い。それがスサノオだ。手荒いぞサスケ。殺すなというのは分かってるな。そうそう死にはしねえよ。インテリも度が過ぎてるな。顔の次は姿まで隠して引きこもるか、脱皮して逃げてるだけか。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。気をつけろ。チャクラがあちこちにある。どれが本物かは分からんぞ。流動的に肉体変化する能力だ。サスケ焦るな。感知能力が今までの比じゃなくてね、自然エネルギーが僕の味方をしてるのさ。やはりこいつ。僕はもうヘビではない。完全な仙人の力はヘビを脱皮し竜へと昇華したんだよ。先方迫撃の術。空気振動を起こして感覚を麻痺させ動きを止める術。ダメだ、スサノオを維持できない。やはり狙うはイタチ。頭の中の札を書き換えてまた駒にするか。君はどうやら僕の居場所を嗅ぎ当てるのが上手らしい。サスケ、昔俺の任務についてきた時のことを覚えているか。イノシシだ。分かってる。俺の刀を奪って尾の蛇を切って逃げるか。だから焦るなって言ったのに。そうだった、忘れてた。普段ここに角なんてないもんだから、ついに。今なら、あの大イノシシも仕留められそうだな。大イノシシより、まずはあのヘビを仕留めないとな。ああ、奴の運命を握る究極の道術。イザナミだ。イザナミ。イザナギが運命を変える術なら、イザナミは運命を決める術。君たちは分かっていないようだね。先方無期転生。イタチアバテラス。熱くて鍾乳洞も元に戻っちゃったか。悪いが僕の勝ちだ。全てをなし制することに近づきつつある僕にとって、どうしても失敗する姿が思い浮かばないんだよ。奴を殺したら本当にダメなのか。全て後手に回るぞ。それはダメだと言ったはずだ。今は奴が戦場しきっている。左近走馬の術。次郎坊ドトンドルク返し。軌道丸雲損壊。この糸は刀で切れない。アマテラス。四骨脈サワラビの舞。エントンカグッチ。太陽や魔敵無限音叉。大丈夫かサス。あとは
オロチマル様で取り込むだけ。サスケ、俺の目を見ろ。そういうことか。現実シャリンガン、つくよみ。これよりイザナミに入る。お前はもう失敗したんだ。終わったのか。全てを持ってた天才には分かりようがないよ。誰にも邪魔させない。カトン豪華球の術、スイトン大爆風の術。その運命確かめてみたいね。もう飽きた。さっさとこの戦いを終わらせよう。全てを手に入れる僕こそ本当の強者。それだけははっきり分かれよ。強者だ。負け犬が。なぜだ。もうすでに角は切られていたはず。お前は俺の口実にはまった。ありえない。イザナミだ。打ち合いたち。これが現実というのならば。来い。落ち着け。無駄だ。俺の言ったことを思い返すんだ。ああ、あんたたちの使った手を真似させてもらうよ。これでイタチの現実支配からタユヤの現実支配へと移行すれば。お、無期転生。今支配下にある。ここは一旦引いて。くそ、ふざけるな。奴はこの輪廻、このループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。このまま少しループにかけて本来の視覚による現実にかけやすくする。それがイザナミ。いつ仕掛けた。カブトが最初に俺をその刀で突き刺した時だ。イザナミは自分と相手二人の体の感覚によってはめる道術だ。つまり無限ループを作る能力だ。もちろん失明することと引き換えにする。イザナギと同じにな。そもそもイザナミはイザナギの術者を戒め救うために作られた術だからな。どういうことだ。あれは運命を変えるウチハの完璧な道術だと言われていたそうだ。これから語るのはイザナギと対をなすイザナミが誕生したウチハの歴史の一部だ。ウチハのイザナミ誕生の歴史。過去の大きな戦いにおいてウチハ一族が決して失敗できぬとき、イザナギが大きく貢献する術となった。それ、罠を仕掛けていたか。何？ウチハにイザナギある限り我らに敗北はありえぬのだ。がしかし結果を己の思うがままに変えられる術には失明以上の大きなリスクがあった。それが2人以上となるとウチハ一族内で都合のいい結果の奪い合いが始まった。だが手柄を立てたのは事実。忍びの世界は結果が全てよ。ほほう、ならばその結果を俺のイザナギでな。口ほどにもない。その野望、俺が引き継ぐ。
この俺のイザナギでな。お前も俺に歯向かうというのなら仕方がない。俺の手はすでに血で染まって立ち止まること許されるはずもない。あなたは自分を分かってない。自分自身の本当の力を分かってないのよ。その意志があるのならば私の手を。ふん、騙されるか。どうしても言うことが聞けないのなら、この俺の背後を取るとはやるな。バカな、俺の右目はまだだ。そもそも現実とは運命という名の偶然の産物だ。我々には予想がつかない。イザナギが究極の道術だと思っていたが、イザナミはその上を行く道術ということか。だがイザナミはイザナギを止めるための術、ちゃんとそのループから抜け出る道も作られていた。なぜだ。イザナギで変えられない運命などないはずなのに。血に染まったこの手は許されるはずもないだろう。それでも受け止めて。もうイザナギには頼らない。現実を受け止め前に進む。イザナギとイザナミが対の禁術として存在する歴史は分かった。過去を教訓として運命を受け入れ前に進んでいくための戒めというのも分からなく、結果それをごまかす方法として他人の力を信用しなくなったのが俺だ。カブトの場合はそれをごまかす方法として他人の力をも全て自分の力だと思い込んだ。カブトには俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。こんな奴のためになんで兄さんがそこまでする義理がある。こいつと兄さんは違う。一つとして一つで完璧なんてものはないのかもしれない。だからこそ補うものが引き寄せられるように生まれ、そばで対をなして初めて少しでも良い方向へ近づけるのだと思う。俺を見て俺になかったものをお前には探してほしい。そんなはずはない。僕は完璧になる存在だ。このループから抜けたいならお前の失敗を見つめ直せ。うるさい。水流水遁水流弾の術。っ、何が失敗だったというんだ。この僕のやってきたどこに失敗があったと。失敗だったというんだ。そう、ありのままの自分を自分自身が認めてやることだった。嘘に信頼はなく、背中を預ける仲間はできん。そして嘘は本当の自分すら見えなくさせる。イタチめ。僕の居場所を鍵当てるのが上手らしい。サスケ、昔俺の任務についてきた時のことを覚えているか。イノシシだ。分かってる。俺の刀を奪って尾の蛇を切って逃げるじゃん。インテリも度が過ぎてるな。顔の次は姿まで隠して引きこもるか、脱皮して逃げてるだけか。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。気をつけろ。チャクラがあちこちにある。
どれが本物かは分からんぞ。流動的に肉体変化する能力だ。性格は死ぬまで変わらないが、俺は一度死んでいる。そのつもりだ。兄弟で僕を仲間外れですか。面白い。それがスサノオだ。手荒いぞサスケ。殺すなというのは分かってるな。そうそう死にはしねえよ。先方、迫撃の術。空気振動を起こして感覚を麻痺させ動きを止める術。ダメだ、スサノオを維持できない。やはり狙うはイタチ。頭の中の札を書き換えてまた駒にするか。君はどうやら SASUKE、 焦るな。感知能力が今までの比じゃなくてね、自然エネルギーが僕の味方をしてるのさ。やはりこいつ。僕はもうヘビではない。完全な仙人の力はヘビを脱皮し竜へと昇華したんだよ。